皆さん、こんにちは。今回はスノーホワイト不況動画第3弾。スノーホワイトの特殊個体適性の話です。スノーホワイトを育てる大きな理由になりうるので、育ててない人はぜひ見てください。小技は数がなかったのでおまけとして載せます。ではまずざっくりとした適性について、私の考えをまとめるとこんな感じですね。大体図がモダニアと同格だと思ってください。図が最適に近いキャラクター、図がギミックをすべて貫通は、飛ばせるぶっ壊れです。注意してほしいのが私のこの評価はいわゆる介護なし、つまりスノーホワイト単体での評価ということです。いつも動画に上げてるようなワンパン編成。ああいうのを組んだらダメージの評価は一段階上がる、と考えてください。では個別の特殊個体の解説に入ります。まずは一番適性のないブラックスミスくんから。ブラックスミスくんは特殊個体の中で最も、貫通ヒットが狙いにくいボスです。第1回の不況動画でも言った通り、スノーホワイトの DPS は貫通ヒットに依存してます。もちろん1000級以上の火力は出せますが、他の特殊個体に比べると一方取る、そんな相性です。ではブラックスミスの貫通箇所について解説します。主に本体とライフルの付け根、本体のコアとライフルの、2種類の貫通ヒットが存在します。まず1種類目がこちら。この通りライフルと本体の付け根ですね。クリティカルと白で2ヒットしてることが伺えます。では次に2つ目。この通りコアとライフルの2ヒットです。こちらはコアヒットと白で2ヒットしてることが伺えます。ではこの2つはどういう状況で使い分けるのか。普通に考えれば片方コアヒットの方がいいので、ずっとそれを狙いたいのですが、そうもいきません。というのもスノホワとスミスの位置関係によって、狙えない場合が出てくるからです。ブラックスミスの位置と自分の位置関係がこうなります。青が自分の位置、オレンジがスミスが取りうる位置です。ブラックスミスは行動のループごとに、オレンジの箇所をランダムに移動しますが、正面に来られた場合、コアとライフルの貫通ができません。なので、そういう場合にはライフルの付け根を狙って、2ヒットさせる必要が出てくる、ということです。ブラックスミスの貫通はこれだけですね。最大2ヒットなのでダメージの評価は A です。次はブラックスミスのギミック対応についてですね。と言ってもこっちもそんなに語ることはないです。なぜなら対策できるギミックが赤丸破壊しかないから。ミサイル落としはかなり厳しく、ライフルもすぐ破壊できない。なのでギミック対応力に関しては最低限の B 評価。ではスノーホワイトはブラックスミスでは使えないのか。それに関しては答えは NO です。スミスのギミックはノイズが一人で貫通できますし、他のキャラの補助でも同じことはできるでしょう。それらのキャラと組み合わせればスノーホワイトは、特殊個体で最も重要な DPS としての役割を持てます。ここら辺は過去の私の動画を参考までに宣伝。では二人目に行きましょう。二人目はこちら、グレイブディガーくんです。この評価を見たとき、え?と思った方もいるのでは、私がこの評価を下しているのにもちゃんと理由があります。まずはこの映像をご覧ください。このように火力で2段階目を吹っ飛ばすことができます。それだけです。いやほんと、グレイブディガーは2段階目が一番難しいんですよ。赤丸は硬いわ3つあるわミサイル飛ばしてくるわ。挙句の果てには赤丸バグ、ある程度火力でゴリ押した方が楽なんですよ。ギミックもミサイルと赤丸だけなので十分。火力は最大4ヒット簡単とは言っていないで十分。つまり図評価って感じです。
では V 貫通について解説。編集が面倒ですが過去動画で良いものがあったのでそれを。こんな感じですね。1段階目の右や、掘削機 LR があるので、そこをうまいこと狙うと4ヒットします。ちなみに先ほど紹介した第2形態吹っ飛ばし、あれは育成段階によりますが3ヒットで十分です。3ヒットなら割と狙いやすいのでおすすめ。という感じでディガー組んでのスノホアは、かなりダメージも出せてギミックにも対応吹っ飛ばせる。そんな一流キャラクターだということがわかったでしょう。ではそんなスノホアと相性のいいキャラクター。これは正直何でも合います。そのままテンプレパの火力枠1枠スノホアでいいです。私が実際そうしてます。え？ 15 秒ワンパンの完全バフ盛り編成？あれはほんとただのお遊びです。4ヒットがそもそも難しいしクリティカルお祈りもあるし、キャッチーなので真似したくなるのはわかりますけどね。7段階に行けない人が使うには実用的だと思います。でも9段階狙う人が使う編成ではないかなと。そんな感じです。ではディガー編もこれにて終了。次はモダニア編です。モダニアはスノホアがギミック的に大活躍できるボスです。というのもモダニアのコア破壊の DPS チェックが、純粋に倍率が高いスノホアさんに合ってるのです。貫通的には3つあり、1つ目がコアと本体、羽を貫通させる打ち方。残業は遠慮する。全部一掃してしまえ！ポイントは多分3つです。一つがスノホアを左端カウタンに配置すること。もう一つがモダニアが羽を折りたたんだ時に打つこと。あと必須ではないですが補正を切った方がうまくいきます。リトライが簡単なので火力に飢えてる時はよく使います。二つ目がモダニアが前後する時に、羽と本体を巻き込むやり方。これは照準補正が ON の時にやるやつですね。やり方は簡単でモダニアが前後してる時に、羽に向かって打つだけ。モダニアが飛ぶのをスキップする時にも使えるので、モダニア戦は大体これが基本ですね。ただタイミングを測るのが難しいのが欠点。最後は羽の付け根と本体を巻き込むやり方。ちょっとわかりにくいですが2ヒットしてます。これのメリットはいつでもできること。結構難しいですが時間がない時にどうぞ。この3つですね。最初の 3V 貫通は1度しかできず、他の2つは最大2ヒットなので火力的にはそこまでです。でもそれ以上にコア破壊の DPS チェックに強い、モダニアに困ってる方はこれを気に育ててはいかが？4体目は10日テブくん。いや君話すことある？見てよこのフォルム、どこを狙えば4ヒットできるのか。隠す気もない男気フォルム。多分10日テブくんはツンデレですね。一応紹介しときます。ここら辺ですね。一応ちょっとかがんだ時が一番当てやすい気がします。で、10日テブくんは一番弱いボスと思われがちですが、というか思ってましたが、汎用キャラで攻略するのはなかなか難しいんだなと、最近学びました。というのも10日テブくんは、前後にぴょんぴょん飛ぶので、まともに殴れる時間があんまりありません。なので他のボスより瞬間火力が必要となるボスなんですね。そして瞬間火力といえばスノホアさんの1000倍特許。10日テブに困っている皆さん、ぜひスノホアさんを育成しませんか？で、10日テブのギミックに対するスノホアさんですね。こちらは対応できるのがスミスと同じく赤丸破壊だけ。赤丸破壊ができるのも偉いんですけどね。ミサイルやジャンプ攻撃は味方に頼ることになります。
そんな透過ティブで相性のいいキャラは、こちらもテンプレ通りラプラスたちロケランキャラですね。通常攻撃でミサイルを落としてくれるので、バーストを叩き込む余裕ができます。あとこの前動画を上げたノイズ×ココアも、めっちゃ相性いいです。パーツが揃ってる方はぜひやってみてください。そんなこんなで最後アルトアイゼン。このボスも説明の必要がないくらいですが。まずは貫通。これは車体右側3ヒット、左側4ヒットです。まずは右側、こちらは2種類のパターンがあります。1つ目がミサイルポートとタレットの間。ポイントとしてはなんか尖ったやつがあるので、そこを狙えば割とうまくいきます。2つ目がタレット3つの間。タレットの芯真ん中で、一回通り過ぎて動きが少なくなった時に撃つと、当たりやすい気がします。この二つの違いですが、撃った後にタレットが残るか、ミサイルポートが残るかの違いです。ノイズ編成では右一択ですが、ノイズがいない場合は左でお祈りもありです。というか次の動画ネタに使いますノイズなし9段階。では左側に移りましょう。と言っても左側は4ヒット1択なので簡単です。こんな感じ。だいたいミサイルポートのちょっと上かな？そこら辺をいつも狙っています。第2形態は破壊可能部位がないので貫通はここまでですね。今までの特殊個体と比べて貫通ヒット数はかなり多いです。特に左側の4ヒットがかなりでかく。このおかげで2パンの9段階攻略ができているほどです。ニケ最強ボスと名高いアルトアイゼンですが、スノーホワイト的に見ればかなり有利なボスとも言えます。ギミックの対応はほぼできませんがね、赤丸破壊とミサイル落としもできるとはいえ、本職のグレンモダニアと比べると一歩を取ります。ですがそれ以上に危険なタレットを吹っ飛ばせるので、総合適性はストしています。そんなアルトアイゼン戦で合わせたいキャラクター、ノイズは必須レベルと言ってもいいでしょう。アルトアイゼンはやってることやばいので、こちらも相応の編成を組まなければ渡り合えませんでした。スノーホワイトに介護が必要というイメージは、多分ここから来てるんじゃないでしょうか。ということで特殊個体5体全員の、スノーホワイトの適性、破壊可能部位、編成について、一通り話し終えました。ここまでの流れで私が言いたかったことは、スノーホワイトの特殊個体適性の高さだけではなく、単体でのボス性能の高さについて伝えたかったのです。確かにパーツが揃っていると色々なことができますが、揃っていなくてもスノーホワイトは強いです。この動画を見て少しでもスノーホワイトを使う人が、増えてくれると幸いです。ではおまけと言ってもこっちが本編だったのですが、小技ですね。正直ネタがなかったので密ですが、知ってると得するテクニックを紹介します。まず一つ目がチャージ中の設定切り替え。こちらの動画をご覧ください。通常チャージ中に設定を開くと、このようにバーストが発射されてしまうのですが、チャージ中に指を離さないままにしておくことで、もう片方の指で設定を切り替え、チャージの指は離さないまま、こうすることでチャージが維持されます。どこで使うのかというと、アルトアイゼンとかモダニアなどの途中で補正の有無を切り替えたい相手に使います。では二つ目、こっちが本命です。まずはこちらをご覧ください。私の全力のバースト連打です。チャージ速度を結構積んでるので、この方法でだいたい900弱のリター砲を撃てます。それではもう1パターン、こちらをご覧ください。
わかりましたか？わかりましたよね。超爆速バーストです。凶暴所でゲットした情報なのですが、ダブルタップでスキルを使用。これを使うことで爆速バーストが打てるらしいです。リターのバフがかなり違ってくるのでぜひ習得しましょう。と、こんなところですかね。まだまだ話し足りないことはいっぱいあります。特にオーバーロード周り。ですが今回は編集で疲れたのでここまでとします。この動画を見て少しでもスノホ扱いが増えてくれると、嬉しい。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。いつもコメント、高評価ありがとうございます。励みになってますでは。